はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2、続きをやっていきたいと思います。パート8ですね。この柵を作ってね、農場みたいなのを作れるようになりましたので、ちょっと小麦が回収できそうだな。少し回収していきますか。成長度合いが少し違う、まあ、もしかしたらね、農場とかってこれ全部作物で埋めた方が効率はいいかもしれないんですけども、まあ、こんなのね、こだわりなんで俺の畑作りのこだわりですね。なんていうの、作物と作物の間は、移動用で、あ、なった、移動用で1マス開けておきたいというのがありますと。それだけ、ただの趣味です。こいつが話せますね。名前忘れちった。ヒース、こんな場所に連れてこられて、無理に作物を作らされて、地獄の日々ですと。子羊をお救いください。楽しそうに畑を作っているんじゃないかと。農園らしい倉庫、小さな部屋に収納箱と積みわら、農具飾り、ロープ、そして巻き材、壺、各一つで倉庫。ちょっと多くない？大きさが小さな部屋に多くのものを配置する。あ、なるほどね。部屋には広さがありますと。5段階ありますと。ほうほうほう。じゃあちょっとあれ、こいつも話せるな。待って、1個ずつやっていこう。小さな部屋か。あー、じゃあこっちに拡張していく、どうせだったら。てかさ、ジバコちゃん用のさ、これ作ったんだけどさ、ちゃんと寝てくれてんのかな。こいつらの寝床も用意しないといけないんだよね。そういえば、ちょっと待ってね、道具が少し多くなってきたから一旦整理しよう。一旦全部しまいます。で、必要そうなのだけ取り出して、ここら辺のなんか四角いやつが多いな。ヒノキの棒とかいらんでしょう。あ、木材は、あ、でも入ってれば使えるのか。で、ちょっとキャベツの種は植えたいから持っとく。で、キャベツも食料だから持っとく。小麦も持っておくでしょ。いや、小麦いるか。いや、取り出そう。なんとなく今はそういうところだからな。で、小麦の種も持つでしょ。で、あと必要なのはここら辺って、この中に入れときゃいい気がするんだよな。こんなもんでいっか。よし、ちょっとこれでいこう。あとはその場で調達する。でよ、こっちに作りたいから段差が一つ多いんだよね。また整地から始めるか、これ。あー、待って、破壊した方が早いか。破壊して、破壊しながら進んで、で、結局後で置けばいいんじゃないか。いや、これ段差が違うな。あの、物を作る机。まあ、いいや。ほい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 と。これで一回きれいにしよう。しかも2列できるし、真ん中にやれば。よし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 。これもゲット。で、ここに、じゃあ倉庫作りますか。袋から、いや、木の壁か。またちょっとこのこだわりが出てくるんだけど、木の壁を作るか。木の壁を取り出してこよう。じゃあ何個あったっけ。これ木材でしょ。木の壁がいいんだ。3つしかね。木材から作り出すか。で、小さい部屋って言ってたからどんくらいだ。木材の壁とりあえず2個で20個。2段作んなきゃいけないからね、意外に必要になるんだよね。ま、ちょっとここに扉は置くか。じゃあまた、いや、もうここに置いちゃおう。で、3個、間違えた。12、ちょ待ってね、見づらい。小さい部屋だから、まあ、所詮倉庫だからね、このくらいにしとく。そもそもさ、ジバコちゃんのさ、部屋ってどのくらいの大きさだったっけ。で、ここで扉を一つ作ればいいんだ。扉もこれでいいでしょう。板の扉。
あれこれなんか右上に書いてあるの何なのこれ。まあいっか。ほい。ちげえ。変なとこに置いちったよ。あ、間違えた。いや、待って。拠点を狙ってそれのとこじゃないのよ。いや、ちょ、これ壊すか。壊しても別に大丈夫だからね。で、ここに置く。超小さい。頑張ってる？キビキビ戦わんかって。お前らは戦わないのか。来てる。みんなこっちから入ってこようとしてんね。やっぱ柵があった方がいいのか。小さな部屋だからもう少しでかくしなきゃダメか。もう1マスここまで拡大するか。ちょっとめんどくせえなこれ壊すの。確かに3マスでやると2マスってことだからね。何言ってんのって思うかもしんないけど要は1、2、ここに置いちゃうとその分だから。あ、これ木材になっちゃった。まあいいや。暗くても仕事をする。夜勤だ今日は。ほいほい。あ、足りる？足りなそう。2、1。ほっ、あれ超小さい。まだ超小さいか。もうこっちを一マス拡張するか。木材でこれ作りましょう。ほいほい。じゃあここも拡張。作っては壊しだな。まあ本当はね、何マスでどれくらいになるかっていうのを把握しておけばいいんだけど、ちょっと手探りでやっていきます。ジバコちゃんのところじゃ小さいのか。だいたいジバコちゃんと同じような部屋になるよね。まあじゃあそれでいいか。待って、まあ、ジバコちゃんの宿舎はね、倉庫と同じ大きさだったとしても所詮は仮眠室だからね位置的にはね。あれ、ミミズもなんか、てかみんななんかいっぱい出てんな。びっくりマーク。こいつマジで寝てない。ミミズがいるからか。お前寝てくれ。お前のために立てたんだよ。異常なしって頑張ってるけどさ、いつ寝てるんだミミズ、お前一体何なんだ。ちょっと待って、ここほい、ここに置いとこう。なんかあれがある。こうじゃなくて違う。これさ、この一マスのところに置くのが難しいんだよね。一つ空いてるじゃないですか。ここに置けない。まあいいや。で、なんだっけ、何置けって言ってたっけ。俺も寝よう。俺の寝床あるね。1、2、3、4。指導の寝床がないんだ。早いもん勝ちだな、ここの寝床は。みんなでもさ、広い方の部屋で寝ようとするよね。狭い方の部屋には入らない。おはようございます。ちょっと倉庫の話を聞きたい。収納箱も作るのか。今メモするあれがないからな。まあ、いや、収納、積みわら、農具、ロープ、巻き壺。そもそも全部作れる。壺の素材になる泥。なんだっけ、積みわら、はい、1個。で、あれこれもしかしたら必要だよってやつ。優しいね。収納箱、しかもこれ使えるよね。で、ロープ、巻き材で、農具飾り、よし、 OK。 じゃあやっぱり奥からやっていこう。じゃあ収納は一番ここで、壺はじゃあこっちの端に置いとくか。で、真ん中に積みわら。あれ、積みわらでかくね。
え、なにこれマジで。じゃあ積み荒らこっちでいいや。入り口いきなりやんのか。まあいいや、圧迫感があるなって思ったけど。じゃあここへの農具飾り系はこっち側に置いとこう。ほい。でロープ、あ、しまった、ここに置くと。いや関係ないけど邪魔だな。だから薪はここで。きた。あれ入ってきたよこいつら。お、みんな入ってきた。あ、ハート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 くれ。ハート超必要今。あと42。いいね。どうだ、ちょっと待って、どっちが分かんない。ん、ぬほが農家の倉庫を作ってしまったのですね。なんと素晴らしいことを。私は本当のことを言うと、ここで物を作り、あなたが作ったものを見て物作りの素晴らしさを知ってしまった。教団を抜けることにします。ビルダー教になりましょう。犬にしたり呪ったりしないでくださいね。犬にされる可能性はあるな。部屋には大きさというものがある。知ってるよそれは。大きさを指定しても部屋作りを頼んでくることもある。教団を抜けた証に集めておいたこれを差し上げます。種かな、種だね。畑広げたいんだよ。ちょっと種がすげえ溜まってきた。さてじゃあこのミミズ話しますか。健康な土で畑が広がってすごい嬉しい。死んじゃった仲間にも見せてあげたかったなって。この宝物をもらってほしい。草原団子。え、何これ、畑に植えんの。草原団子は置いた地面を緑ある草原に変えられる特別な餌。地面を全部草原にしちゃうらしいから畑の上に置かないように気をつけてね。むしろ畑の上に置いちゃダメじゃん。草原団子を2つ地面に置いて僕に緑を作らせて。草原団子を地面に置くと周りを草原に変えてくれる。拠点の外に置いても効果がないので注意。へえ、てか拠点ってどっからどこなの。そもそもそれが分かんねえんだけど。え。拠点ってどこ、どこのこと言ってんの。まあ、ここら辺は拠点なんだろうけどさ、この柵があるところあたりまでは拠点なのかな。ここはここまで、でここはここら辺までで、いいかな。そういう認識でいいですか。で畑を作ろう。お、収穫できる。ちょっと待ってね。あ、ちょっと待って、腹減ってんのか。キャベツを爆食いしよう。100% にしちゃおうか。もうキャベツすぐ手に入るからね。 OK、 お腹いっぱい。一回刈り取ってから回収しよう。よしよしよし。お、水撒いてくれてる。そうだからこの水場の近くに作んないといけないんだよね畑って。この水場の位置が悪いよね。もうちょっとこっちとかに作っちゃって大丈夫かな。畑拡張する、これをもうちょっとこっちに広げて。それでいこう、畑を拡張しよう。畑を2つ作るんじゃなくて拡張する。でちょっとで先にその草原団子みたいなのをなんとかしたい。ここだって草原にできんの。え、このさブロックはさすがに草原にならないと思うんだよね。部屋こっちの方にな、広げていきたい気がするな。てかさ、家の中にこれ作ろう。こっちはちょっと家ゾーンにするとして、じゃあここら辺なんか緑にしとく。適当でいっか。ちょっと待って、なんか草一回取ろう。なんとなく草刈り取って、じゃあここぽい。け、広っ。何マス、10マス10マスくらい。一応緑てかさ、緑になると何なのこれ。そもそも効果が分かんねえ。あれ、まだ草が余ってると思ったら、違う、こいつが耕して草になったのか。あ、いやいやいや、なったよね、なったなった。それで、あ、もう一個植えろって言ってたよね、そういえば。じゃあこっちに植えてみる。ここら辺じゃあ整地しよう。一回
材がめっちゃ手に入ったな。あれどこからどこまでだっけ。これとか大丈夫か。これは、じゃあ適当にここほい、なんか右の方があれになんなかったな。まあいいや。あ、やっぱ段差があれになってんね。まあいいよいいよ。もう金のところはじゃあ一応草原にした。ちょっと草原の意味がわからない。何の効果があるんだ。それはミミズに聞いてみよう。草原作りました。やったね、やった。緑の草原を作れた。草原ビルダー。あ、ルルが欲しがってた緑が作れそう。こいつ連れてくんの。草原じゃないですか。腐った土ばかりだけど昔は草原にたくさんの花も咲いていた。この島の復活に大きく関係するに違いありません。草原が増えてきたら僕やる気が出てもっともっと新しい畑が作りたくなった。畑を作るよ。かかしを立ててね。教団から逃れるために島のあちこちをうねうねとしてた。新しい知識もある。草原団子はもうない。いつかきっと作れるようになるよ。草原団子を作るの。まあいいけどね。草原ってさ、ちなみにかかし立てると緑になるの。これなんだ本当に。このまま消えちゃうんだけど。あとこいつ、キャベツや小麦ができて畑作りもいい調子。ただ俺最近気づいたことがあるんです、ミカミックスさんはいざ知らず、俺たちはまだ完成した作物をちゃんと食べてないんすよ確かに俺が全部収穫して全部食ってるからな農園にある収納箱に食べ物を入れてくれれば俺たちも好きな時に食えるっす。あ、ごめんなさい、わかりました。一生のお願いっす。収納箱にキャベツ30個あったような気がすんな。さっき回収したかんな。40個あんじゃんすまんね、全部俺が独り占めしてたよ。そういえば寝床とかはでも作ってあげたからちゃんと食べ物もあげよう。申し訳ないね本当に。じゃあちょっとキャベツを1回30個預けますか。でも10個は持ってたいからちょうど30個にしよう。よし、 OK で、あ、来た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 。ほい、収納箱にキャベツを入れてくれた。物を保管できるじゃなだけじゃなく入れてあるものを住人が使う。あ、そうなんだ。食えるものはガツガツ食うっすかね。まあ、働いてくれればいいよ別に食っても。物作りが禁止の島、食べ物も自分で作ってダメ。教団からの廃棄を食べるだけ。うわ、完全にコントロールされてんな。これからはみんなで作った作物で自分の腹をいっぱいにできる。だ、教団はさ、どうやって食べ物調達してんの。だって作っちゃダメなんでしょ。輸入してんのかな。作っていい島とかがあってそこから輸入してんのかな。畑に植えた種は一定量収穫すると消えてしまうことがある。あ、そうそうそう、なくなっちゃったんだよね。食べられる量は決まってる。食料が余ってると思ったら無理に取らないのもいいかもしれない。なるほどね。作物の取りすぎに注意。あ、これめっちゃさ、キャベツ埋まってるよねこの絵。やっぱりさ、いっぱいにした方がいいのか。まあ効率はそうだよね。効率中の人は、まあ、袖でいいかもしれない。こういうのは趣味だからね、こういうゲームは。やっぱり畑もいい感じで農園もどんどん発展している。ものづくりってほんといいもんですね。物を食える。ちょっと思うことがある。はい、文化的な方法で物を食いたい。物を食べる道具か。なるほど。え、部屋の外で育っていく野菜を眺めながら飯が食えたら最高。部屋の外にテーブルと丸太の椅子、いや部屋の中にあるんだけど、まあいいや。テーブルの上に置く。レシピ、木の食器。なるほど。じゃあ木の食器をちょっと作る。こいつはなんでここにみんな集まってんの。まあいいけどさ、
だからみんなさ、ここ備えてあるものパクリに来てんのか。ではではでは、まず食、いや1個ずつ作るか。1個でいいのテーブルは。一応対面に座れるように椅子を2つ作りましょう、うん、まあ、いらないと思うけど。またモンスターか。で食器。おいおいおい、こいつら何やってんだよ。おい、食事がどうのとかさ、やって働かなくなっちゃったよ。来た。ちょっと待って、これさ、俺が外出してる時に来るのかな。いや、お前何やってんの早よ行けや。で、指導が回収してくれる、ちょっと分かんない。回収されたのかどうかすら分からない。あ、食ってる食ってる食ってる、こいつらこの上で食ってんのかよ原始的すぎるだろ、食い方が。確かに。じゃあちょっとこっちも拡大させていくか。段差が少ないんだよな。ここは農園にしたいから、ここ日陰だよね。ちょっとあの日の当たりが悪そう、ここにやると。でこっちもなんだかんだで家拡張しそうだな。いや、右に開いて、右っていうかこう見てね、右に拡張していくか。じゃあ家は少しまた設置しよう、ここほい。でここら辺崩しちゃったとしても多分ね、また拡大するから、こっちの方からブロックを回収しよう。一回泥でやろう、しょうがない。この音楽になってるってことはあれだね、多分もう拠点の外だね。攻撃されてるし、ちょ、泥ばっかりだな。よし、泥156個、こんだけあればいいっしょ。ここら辺は拠点だね。じゃあ音楽が変わるから、一応今の判断材料はそれ。あともうちょっと、これをやれば多分たまるな。じゃあ泥泥泥、あ、泥ちげえや、こっちか。泥取り出して156個、よし、これでちょっと泥の上か。やだな、まあ、やだけど、ちょ、今はとりあえずね、これも破壊しておいて、泥がなんかやなんかやだな、超原始的だな。でもさ、壊しちゃうとこれ全部泥になるもんね。今のところ草原壊すとどうなんだ、泥になるのか。やっぱりちょっとここの列だけ整えます。うわ、間違えた、難しい。まあ、いや、置いとこう。ほい、これ端からやっていかないとね。違う違う違う、真ん中だけ開けちゃうとダメだから、こっちはね、農園にするから、こっ、あ、待って待って待って、悩むな。ここ一回外して、ここら辺にも、ここら辺にあのまた農園扉を作ろう。で農園扉からすぐ休憩できるようにテーブル、ここに扉を置いてもいいか。じゃあ今収納箱のところにすぐ行けるように、こっちからも入れるようにして、こっち、あの、なんていうの、正式な玄関で、こっちは裏口。よし、それにしようもう何が何だかって感じだけど、じゃあここで、テーブル置いて2つ置こう。で食器、食事テーブル。雨が降ってきたね。よし、レベルアップができるぞ。 OK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 。でですよ、でですよ、もうちょっと、じゃあここの列まで広げていくか。間違えた、置いて、ここまで広げよう。で一旦こっ、え、かかしってでも結構広いよね。なんか外に出ちゃうんじゃないか。
ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。じゃあここの列までちょっと整える。そこには置けませんって、まあ知ってるよ。うわ、これ作るのが結構時間かかるな。まずはこの1段は全部置いちゃおう。ここまで、でここまでね、ここまで。でここから2段目をこう置いていく。いやすげえ、やっぱブロック使うわ。暗くなってきた。また今日も夜勤だ。めっちゃ辛いなこれ。かなり重労働だぞ。ビルダーって大変なんだな。もう一段か。まあ、実際建設業の人とか大変そうだからね。上に落ちた。しかもさ、段差が高くなりすぎるとさ、俺が行けなくなっちゃうよね。よし、こっからもう一回、こうやって置いていこう。真ん中だけポコって開いちゃうと、くそ難しい配置が。よいしょ、よし、いい感じになってきた。あれ、でもこの置き方だとさあ、ここまだ作れてねえじゃん。結局なんていうの、最後一マス空いちゃいそうなんだけど、まあそれはいいや。端をもう一回壊してやろう。置き方が分かんないから。ちょっと待って、これ一回じゃ壊す。でここを最後に埋めるとして、ちょっと待って本当に難しい。しかもあんまり上から見ると開いてんだか開いてねえんだか分かんねえし、こう泥の色がさ暗すぎて、これもうちょっと明るく調整しようかな。でこうやって、そこには開けません。ちょっと待って、ここ1回1段起きて、でこう、おしよ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 し、一応これで綺麗な感じにはなったんで、あとはまたかかしを。かかしってストックなかったよね。かかしのストックがないんで、これ回収してからかかしを作りましょう。でかかしを作って置いたら寝よう。じゃあかかしを作って、さらに柵を拡張させるのか。さらに柵を拡張させて、やること多いな。まあ、いや、かかし、広い。ちょっと待って、どうなってた？これって、あ、そうだよね。結局、じゃあこれも壊さなきゃいけないんで、一回。ちょっと壊します。しょうがない。よし。一回壊して、で、これを、ちょっと、落ちちゃったよ！待って、今のところで良かったのか分かんない。あ、で、そう、ちょっと待ってね。うるさい。こっち側がなんか足んなくね？どこに置けばいいんだ？もう一個こっちにしたいんだよ。あ、こう。こうだね。右側は？あ、ギリギリだな。これ柵置けねえな。じゃあここに置いてもう一段だね。もう一段ちょっとドローでやるか。おで、ここもちょっと歩けるようにしとこう。じゃあほちょっと待って、どういうこと。ちょ、一個ずつやっていかないとさ分かんなくなっちゃう。でほい、今のうちに多分ミミズンが耕してくれてるんで、よいしょ、よいしょ、いったーここはもう領域外か。いったー結構鬱陶しいんだけど。マジここ領域外？
く破壊されるとかある、これていうかいっぱいいるんだけど。いや来てる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 、普通にモンスターが襲来してきてるぞ。レベルなんか上げられるかな、最近なんかレベル上がった形跡がないよね。ちょっとミミズンが頑張ってくれたから、ほい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 、2個ずつ使うっていうのがやっぱり材料を消耗するあれだね。誰、なんかすげえ戦闘が開始されてんだけど、もしや幽霊、いや出たニックキ幽霊、一応俺も行くか。すげえな、いや氷を寄せる、幽霊倒したい、今日こそはお前を倒す、倒してくれやったー、結構経験値もらえた。あいつはガッツポーズしてるところに大なめくじの唾液みたいなの食らってんだけど、ちょっとじゃあ寝よう、しょうがない、明日すまんね、寝床は俺がもらった。もう一個寝床作るか、じゃあ。プライベート空間がなくなって申し訳ないけど、ここに一つ作るか、わらを。じゃここで寝ろよ、誰か寝てた、さっき見てないけど。やっぱこっちじゃ寝たくないのかな、みんな贅沢だな。わらベッド一個作りましょう。でちょっと待って、小麦も回収できそうだけど、先に物を作りたい。ここに間違えた、置きますぞ。じゃあここに壁作る、完全になんかさ、こっちも宿舎みたいになってるね、なんか家っていうよりは宿舎だな。まあしょうがない、まだそこまでのあれじゃないかな。ああとよくよく思ったらさ、ここもあれじゃん、農園じゃん、なんでここだけさ設置されてないの。おミミズサボんじゃねえよ、まあいいや。木の柵があるから、おこいつはここで食って立ち食いのやつがいるな、まあしょうがない、食ってからあれか、作物こっちまで育ててほしいんだけど。よし、じゃあ木の扉を作ろう。シドウくん何やってんの。あこれか、木のフェンスか、木のフェンスとあと扉だ、扉、そうそうそう、扉はあの裏口用に作る。で裏口からも入れるようにしたいんで、ここね、ちょっと待ってね、持っちゃった、そう1階になるのはしょうがない。でここに木の扉をこう、よしよしよし、 OK、 これ裏口いいじゃん。で裏口からこう来て、さらにここで仕事ができるように、ここに置く。あとは柵をまた作っていきますか。あれ木の柵ってどうやって作るんだっけ、木材からまた作り出せるんだっけ。うわここ落ちると、じゃあいけねえ、めんどくせえ、間違えた。ちょっと柵を回収してくる、柵を調達してきます。その間に耕してくれるでしょう。いや結構広くなってきたな、衛兵一人で大丈夫か。柵30個あればいいよね。木材が減ってきたな、今度は。こいつ何してんの、漁ってんだけど、まあいいよ、君は頑張ってるから漁る権利くらいはあげよう。さてじゃあこれを置いていきます。このなんていうの、こっからここまでみたいなのできないのかな。やっぱ一個ずつこうやってやっていくのかな。エンターキーじゃシフトキーみたいなのがさ、間違えちゃったよ、これやっちゃうからね。あそうそう、待って待って待って、どうテロリーみたいなのになんないんだけど。
いや広い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 。よし、じゃあ種も植えていきましょう。種2つしかないけどさ、もう何個か種類ないのかな。5種類あるって言ってたよね。でこれやったら小麦を回収して、そうすると、あ、小麦を回収する前に鐘を鳴らそう、レベルアップさせよう。しかも間違えた、これあれじゃん、小麦の方じゃん。俺キャベツ植えたかったんだよ、ここに。壊せる、壊せる、よかった。種を取り出す、ハートを回収しつつの、ここはキャベツ。ちょっと待って、柵、柵で囲ってあるよね。あ、これが囲われてないの、もしかして。でもさっきは囲われてたもんな。どうしよう、ちょっとかかしごとに管理されてんのか。ここ置いてみるね、一回。なんか青くさ、ピロピロピローンって。あ、なった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 、大きい農場。そういうこと。ちょっと待って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 、育ってくれるのは嬉しいんだけど、じゃあこことここやっぱさ、あれか、必要か。フェンス、フェンス作るか、作ろう。ここちょっとフェン、これ多分ピョーンってなるはず。お、なるね。よし、じゃあフェンスを作りますと。で宿舎、こっちね、宿舎の宿舎といえば、直接はね行き来できないようにする。あくまでも宿舎は仮眠室だから。じゃあここに、フェンスを置きます。あれ、マス目的にはなんかどうなんだ、もう一マスだったっけ。いや、もう分かんねえ妥協するとか妥協する。よし、これで大きい農場がじゃあ2つできましたと。そういうことね。じゃあキャベツを植えていきましょうかね。またこことこことこことちょっと分かんねえんだけど埋まってんだか埋まってないんだか分かりづらいな。でこうでしょ。でかかしのところ、かかし1列開けるか、開けるっていうか、あそこ2マス開いてんじゃん、こっちの農場。それが良くなかったんだな。でこっちにまた小麦を植えますと。ずれるけどしょうがないもん、畑とはそういうものだどういうものだかよく分かんないけど。よし、これで作物はだいぶ、まあ、簡単に言うと倍になったからね。で、まあ、今は雨が降ってるから水をあげる必要がないけど、これこっちの方もこの距離だったらさすがに水持ってきてくれるでしょう。よし、オッケー。キャベツ大丈夫、なんかさすげえ食ってんだけど。で食料も全部俺が作んなきゃ。ああ、まあこいつも頑張ってくれてるよね、俺が作るって一人でやってるわけじゃないからな。金鳴らそう。じゃあ行きまーす。ほーい。ちょっと待って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 、ちょ待って待って待って、みんな作物守ろう。いけ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 。あれ、どこでやってる。ここにさ人を置きたいんだけど。何、最終防衛戦としてみんなさモンスターの方に向かってってんじゃん。じゃなくて、なんかここはこいつキャベツ持ちながらキャベツ持ちながらやってる。何なんだお前、片手間に戦うんじゃないよで話すの、それで話すのか。一回り成長できそうか。ちょっと待って、今敵が来たからダメだったどういうこと。
ならないんだけど。こいつチェックついてんだ。住人の願いで物をひらめく形にする。部屋の外にあるものを使うことができる。ベッドも椅子も。物作りの感謝は部屋の中にあった方がいい。特定の家具をくっつけておけば塊。3つの家具も俺たちは塊として考えてバッチリ使わせてもらう。木の食器にできれば何か食べ物を入れてほしいです。おめえらすぐ食うだろう。朝起きた時、昼の仕事の間、夜は食わないの。だってキャベツしかないよ。ちょっとわかんねえこれ。なんかしなきゃいけなかったけど、ビルドの力を集め金を鳴らせばいい。だってアップって書いてあるよね。あ、ちょちょちょ、これか。丸ボタンか。叩くんじゃなかった。どっちだっていいじゃん。一緒だよ、剣で叩こうがさ。素早く痩せるようになった。お、素早く水まきできる。あれ、なんだこいつら。すげえモブキャラっぽいやつらが来たぞ。新しい仲間がやってきた。お前らどこに住んでたんだ。これはたくさん、そうか、たくさんひらめくんだ。あ、わら湯、わら床いいね。布の床いいね。格子の床、水を流せるようにした床。え、はしご、一段上まで登れる。のれんの扉、あ、これ結構いいな。のれんの扉にしようか。あそこ裏口、壁掛けトーチ、壁掛けの明かり、あ、これもいいな。結構いいのひらめいてるな。たらい、水を入れる道具、サラダプレート、これ飾り家具か。あ、でも料理をしまうことができる。パンとカゴ、え、焼きたてパン。小麦使うの。小麦袋、壁掛けタオル。いや、なんかすげえすげえ、なんかこういっぱい作りたいのがある。全員のものづくり力が上がった。壁掛けタオル、布袋、小麦袋。布をもたらし生活を豊かにしてくれる。あ、でも布ってどうやって作るんだ。素材あるか。早速話しかけてみてください。新しい仲間がやってきた。すげえモブキャラっぽいよな。仲間に入れて。まあ働けばいいよ、ちゃんと。オイラたち認めらんねえぞ。無償に耕したくなる。モンゾーラの農民子孫、土を見たら体が反応しちゃう。教団の教えは捨てられない。こっそり畑を耕させてもらう。どういうこと。まあ別にうちは宗教問わないからね。あのハーフン教でも全然いいよ。働いてくれればいいよ。その分の対価は出そう。ビルダーとしての働きをつぶさに見てきた。いや、そんなにつぶさに見てねえだろ。金を鳴らしビルダーとして成長していく。よし、それじゃあいよいよ小麦を収穫しますか。この小麦を収穫すればミッションは3つ達成できると思うんで、やっぱ途中であれなふう。小麦の収穫達成、よし3つ。うわー、ついに小麦を50個収穫した。小麦は島の恵みの証。モンゾーラでは小麦を使ってお料理を作られていた。美味しいお料理をたくさん作れそうですね。キャベツと小麦しかないけどね。キャベツと小麦ってしかもさ、組み合わせて料理できんの。小麦は小麦で何か作って、キャベツはキャベツで何かか。おお、すげえ立派に成長した。3つのお題を見事に達成。大樹に力を与えた。大樹ができれば大樹の力が畑を守ってくれる。
つ賢くなったようではないか。思い残すこともないだろう。お前たちのものづくりはここまでだ。なんちゃってまだ続きがある。馬車馬のように働いてもらうぞ。改めて教えてやる。まずは3つのお題達成、ご苦労。中くれよ。ちょっと回収する小麦を。大農園の道コンプリート。なんだこの気配は。どうした、敵が攻めてくるぞ。え、ちょっと待って、小麦回収したい。水場が足りなくないか。まあちょっと進めていこう。じゃあ魔物どもの軍勢が迫ってきている。木を見てやってきたのか、金の力に引き寄せられたのかわからないが、結構な数。戦えそうなやつに強い武器を作って装備させておけ。え、ちょっと待って、この農民さんは戦ってくれんの。一応まあ石の剣とかね、あの簡単に作れるからストックとして、まあ、あ、間違えた、こっちじゃない。そろそろ物が作れる気がする。本当かよ。これをこうして。できない。魔物をぶっ飛ばす担当、そうだな。で、指導専用は完全に指導専用だから、これを一応3個作っておこう。3人来たからね。今のところまだレベル上げてないからね。なんかレベル上げをする機械とか作ってもいいかもね。あ、いける。飲みシートか。完全にモブだな。あれ、お前は。どうも。え、農民 C にしか装備させられないの。こいつら戦闘しないの。だってジバコはあれでしょ、ピースって、あ、そうだよね、剣持ってるもんね。あ、そっかそっか、準備体操しているやつがよしやるぞって感じで、こいつ戦闘要員か。でこいつはダメだ、あの怯えてるから戦闘に参加しないんだ。よし、じゃあ行こう。一応一致の剣を装備させたかんね。 OK、 行きましょう。農園が壊されたら我が輩たちが修復する。バトルスタート。モンスターを倒せ。あ、グレムリンじゃん。レベル上がりそうだなこれで。寝た、めんどくせ。あれと一緒か。これだけじゃないはず。来た、ゲッ。今度はマンドリルか。ゴリ押す。薬草みたいなの作ってなかった。ヒットアンドアウェイ。いや、寝た。回転切りがあったよね、そういえば。全然使ってないけど、これだってやってる間いけるか。あー、そこそこ強いけど、どうなんだろうな。あ、おんだ、当たった今。まずグレムリン、これちょっと殺す。いや、ダメだ、逃げらんねん。タコ殴りにしろ。でかい。ちょっと今ちょっとキャベツを食いたい。こいつはボスだな、きっと。おだ、ちょっと待って、危ない。これガードはないよね。そういうアクションゲーじゃないからな。ちょ待って、逃げろ。今ちょっと溜めておく俺も。そして回転切り、逃げろ。ダメだ。よし、マンドリルは倒したか。当たったー。ちょっと待って、いや、薬草作ろう。シード待て、お前当たるぞ。防御力高けない、あいつ。ご利用した方が良さそうだな、指導に関しては。
オッケー。あ、タッチってさ、俺のレベルが上がると農民の戦闘力も上がるのか。あ、それとも指導だけ。ピヨーンってなってたの指導だけだからね。よし、レシピ。てかもうそろそろレベル6になりそうだし。茨の剣、あ、これいいね、強い。茨が必要そうだね、材料で。バトルコンプリート。大事ないか。余裕です。あれ。今誰が心配してくれたの、こいつ。違うと思います。副総統さんはずっと一緒にいた。魔物を呼び寄せられるわけない。お前はなぜ農園作りに必死になるのだ。私の夢だから。夢か。今日は戦いの疲れを癒しませんか。てかさ、みんなの分のベッドないよ。農民3人来たからさ、農民たちの部屋作る。いやこれさ、誰がどこの部屋に所属するかみたいなのも決めたいな。恵みの大樹、完成はまだらしい。ハーゴン教魔っていうのは一体何なんだ。いや知らんよ、俺に聞かれても。そうだ、大神官ハーゴンはロトの勇者に倒された。島の連中がビルダーのことを絶望を振りまく存在って言ってた。朝から何を無駄話をしておる。さあわしのところに来るのだ。チャコという女子のことどう思う。いや別にあられちゃんみたいだと思う。いつも前向きで何があっても諦めぬ姿、わしの破壊の意志をそぐものがある。へえ。皆の者集まるがよい。農民さんも来た。教団が攻めてきたこと一言詫びをさせてくれ。え、なんで。わしの意志ではない。ここにわしがいるのはあくまで。あれ、皆さん空を見てください。お、邪悪な感じになってる。これはん？あ、あの実は。なんだ、なんで石の上になってんの。ババンゴの実。なんなんすかこの風は。どうやらこれは鎖風のようだ。ここしばらくは吹いていなかった。鎖風が吹くことでババンゴの実が現れる。この風こそ島の土を腐らせる元凶。この風を放っておいたら畑が全部ダメになる。また腐った土に戻っちゃう。空気を取り込み呼吸している。吐き出す悪しき気が空気を汚し島の土を腐らせる。水と空気を切り離せば呼吸が止まって身が壊れる。風の元を立つことは今はできない。ビルダーのメカミックスなら身を壊し風を抑え込めるかもしれない。ブロックで身を閉じ込めれば空気を遮断できるはず。村にある5つの身を壊してください。なるほど。というところで、まあ、ちょっとじゃあ身を壊すところは、次回やっていくとしまして、まあ結構進んだな今日は。まあちょっとね、収録時間も少し長くなりましたけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。